ルポは、イタリア海軍のルポ級、フリゲート一番艦。艦名は、オオカミザに由来する。ルポは、リューニティ造船、リバトリゴソ造船所で建造され、1974年10月11日に、寄港、1976年7月29日に、浸水、1977年9月20日に、収益する。ルポは、 D550 アルディートと共とに1979年7月18日から1980年2月4日まで世界一周航海を行い33の港に寄港した2003年ペルー海軍に売却されるパラシオスペルー海軍ではカルバハル級フリゲートに分類され6番艦となっている艦名は19世紀の太平洋戦争において 活躍したエンリケシースト・パラシオス・メンディブルに由来する。なお、この艦名は、イギリス海軍から譲り受けたデアリング・旧駆逐艦7番艦、ダイアナから改名したバップ・パラシオスに次いで2隻目。ペルー海軍は1970年代から1980年代にかけて旧式化していた艦艇の更新を目的としたカスティーリャ計画を進めていた。 この動向に対して、イタリア海軍は、同系艦を売却した実績から、中古艦の売却交渉が進められていた。2003年に、オルサと同様に売却され、引き渡しに備えての諸作業が進められる。2004年11月3日にフィンカンティエリの造船所において、ペルー海軍に引き渡され、パラシオスと命名される。ありがとうございます。